我を引きずり出すとはこの無礼者。豪快ですって。叩き切ってやるから、そこにひざまずけ。パーティーは？パーティーは？ちょ、体力は？体力は？いでえな、こいつ。悪魔、悪魔。ちょ、待ってよ。あ、でもいろいろ分かってんな、これ。前と同じか？謎の剣豪、エンシェントマターを狙う謎の剣豪、詳細は不明。次元を超えて無理やり引きずり出され、戸惑いつつも豪快な剣技を披露する。見破ったことあるしな。じゃあもう、ちょっと回復するわ、一旦。まあ、ケアルガで。いやん、ケアルガクラウドいいとこで、エアリスがアイテムで回復しねえとな、これは。エクスポを使っちゃうか。任せるね、準備。はい、ブーストして、ヘイストして、ブレイブして、カブト割りで、属性弱点が火か。間違えた、間違えたけど、なんかうまいこと言ったわ。ケアルガ、いや、リジェネディーや。いや、ケアルガじゃないとダメだ。エアリスにかけて、火に変化して、ハテナハテナハテナのポーズ。何それ。分身して、投げ払い。ちょ、痛いっすよ。まあ、忍術で距離取りながら、暗黒打って、威打点して、よいしょ。ちょ、待てよ。ブーストして、魔法陣置きたかった自分がいました。逆に置かれちゃったわ、なんか。OK。で、リジェネを、ユーフィーにかけて、この状態で暗黒のユーフィーが攻めます。OK。 バーストしたらまだまだ攻めるぜ、これ。で、体力がなくなりかけてるんで、ケアルガをユーフィーにかけて、で、エアリスは今なんか魔法打ってるわ。チェインの、こっち行くか。バーストに効くやつで、マジックのファイラを当てて、オッケー。よきかな、今日が乗ってきたわ。あら、あらら、あららら、あらららららら。残念無念、これまでか。黒マテリアを探せ、クラウド。まあ、一応コンプでいいのね。なぜ掲げる。あ、また向こう入ろうとしてんじゃん。ロードが長いのよ。ローディング、ナウローディング。右下で NOWLOADING がぴょんぴょんしてるよ。かのモンスターハンターがごとく。お、短っ。ショートストーリー、お前ロード時間の方が長いじゃねえかよ。ふざけんじゃねえ。話すことないんだから、これ長っ。ちょっと長っ。おい、クラウドさん、エンシェントマターの入手おめでとうございます。この調子で他のエンシェントマターの探索もお願いしますね。ああ、そうだな。
早く探さないと。よいしょー、シークレットレポート。孤島の巨島、え、孤島の巨島、孤島の巨鳥、はい、孤島の巨鳥ね。よし、やりますよ。お、なんだこいつ、キングズーまさらに生まれ変わってキングズー、ニブルの空を支配する、超型モンスター。血のような赤い羽が特徴。卓越した狩猟能力を持つ。不気味な叫び声を上げ、獲物を死に至らしめる。まずは一応弱点属性の雷撃っとこうか。よし、でもいつもと同じよ、こっからは。はい、ヘイスト、アイブレイブ、よいしょ。で、雷だっけ弱点。雷、分身、よし。でもどんどん準備してな、着実に。ラストソング、さようなら。なんだよそれ、いた、歌っとる歌っとる。暗黒、なんかあれだなこれ、地面がどんどん変わっていくのかな。で、イダテンして、で、エアリスがサンダラ打って、なるほど、右翼と左翼が出るんだな。ケアルガをユフィちゃんに、いや、リジェネでいいや。そっちを任せ、オッケー、よっしゃ、攻め込み行きますか。はい、もうここまで来たらもう敵なしよ。よいしょ。でチェインも打っときますか。その間にエアリスが攻撃して、ちょっと待てよ、 ATB ブーストして、もうサンダガでいっちゃうか。 MP がない、じゃサンダラ2連発で。違う、 MP じゃねえ、 ATB が溜まってなかったんだ。サンダラ2連発打ってユフィちゃんに変えて終わり。キングズーの討伐お疲れ様です。かわいい、餌だと勘違いしたのが運の尽き。空の支配者を見事返り討ちにしましたね。マジかわいいんだけど。クロマンタの皆さんも安心してニブルで暮らせるはずです。かわいかった。くそ、これでマイちゃんも見納めかよ。ニブルエリアワールドレポートコンプリテッド。エクスタシー、おっしゃ、もうだいぶ埋まったんで。もう全部やったよな、やれること。あ、まあこのチョコボスを集めあるんだけど、これはまあ裏でやっとくとして、もう全部終わったんで次回あたり行きますか。ね、ゴールドソーサー、あとついでにこれもやんねえといけねえから、あのゴールドソーサーのカードバウターな。1時間近くかかってコンプリートしましたよ。引き取るよ、ありがとう。これだけあれば十分。これマジ大変だった。チョコボソンは取り尽くしちゃったみたいだね。君はもう海チョコボマスターだよ。羽も交換していくかい。ぐい大変でした。で、ちょっとまあ次のさ、おそらくゴールドソーサー帰るだろうけど、チョコボレースとかも一新されるだろうから、ちょっとここら辺のいい武具を取り尽くして楽に試合を進めたいなと思いまして、一応買っときます。これまで貯めたね、この黄金の羽を使い切りたい勢いでなんか全部使い切れてないってことは、これあれなんだろうな、何個か取りこぼしがあるんだろうな。大切に使わせてもらうよ。おっしゃー、ということでゴールド素材に行ってしまわれましょう。場所はこちら。よう、うい、客待ちか。いや、
お前らを待ってたんだ。ちょっくら確認したいことがあってな。あんたの母親はイファルナって名前じゃねえか。そうだったらって、その通りなんだろう。俺の思った通りだぜ。いや、のろし上げて正解だったわ。で、どうしてる？元気か？もう、いないの。いや、俺はパイロットになりたくて神羅に潜り込んでよ。でも最初は技術屋のおっさんたちのパシリよ。ビルを運営してメンテナンスで駆けずり回ってた。その時に偶然ちっこい女の子を連れたあの人と出会ってよ。あの時の子あんただよな。多分。あんたこれくらいで。で、俺はこんなもんか。そっか、もういないか。そっかそっか。そうか。なあ、あんた。エアリス。エアリスよ。俺にできることなんかねえか。力になりたいんだ。突然。なんで、下心なんてないぜ。今まで通り飛んでくれたら十分。じゃあゴールドソーサーまで乗せてくれよ。力になりたいってんならタダでよ。報酬は2点だ。ちゃんと払います。いや、俺のおごりだ。そんじゃ、飛び立つ準備ができたら声をかけな。うわ、いや、なんかもう物語の終盤が見えてきそうなんすよね。どこで終わるかいまいち分かってないんだけど、もうマップも全部埋まったそうで。さあ、乗った乗った。うん、寂しさとの戦いかな。へえ。うん、増えたか。何しれっとおるお前。お前たちの敵はセフィロスだとか。セフィロスとは浅からぬ因縁がある。私も行く。どうすんだ。俺が蹴落としてやろうか。俺たちの邪魔をしたら切る。ほな、どうぞ。色物がまた増えました。全員乗せて飛べそう。波のパイロットじゃ無理だろうな。安心しろ、俺様は特上だからよ。あー、ちょっとその畳むとこ見たい。あー、もう畳むとこ見たいのに。出た。おなじみのタイニーブロンコ眺めパート。お母さんのこともっと聞きたいな。おう、でも青臭くてよ、甘酸っぱい話だ。今は話せねえな。てめえの話じゃねえよ。エアリス。はい。イファルナはなんで。病気か。もともと弱っていたの。そして私逃がそうとして頑張りすぎた。きっとそういうこと。そうか。じゃあ本望だ。そうかな。そう思って元気に生きろい。
それが何よりの親孝行だ。うん、そうする。そういやラジオで聞いたぜ、ウータイが動き出したんだろ。また戦争だな。ミッドガルがぶっ壊れたってのにシンラもたまんねえだろうな。自業自得。でも戦争は怖いな。うん、悲しいこといっぱい起こる。戦争とセフィロスは似てるね。あのですね、皆さん、もし本当に戦争ってことになったら移動が規制されてまいりますからね。行きたいとこがあるんやったら今のうちに行っといた方がいいかもですね。なんか会話多いね。なんだ。ねえシド、これって。わかってる、俺様に任せてドーンと構えてろ。シド、心配すんなって。整備俺様、操縦俺様、完璧だ。ドーンと構えてろ。どこどこ、あそこしかないじゃん富士着。どこ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 、どこどこ富士着。ちょい、これ別に。おい、エンジンが出ちまったぞ。うっせーな。ドーンと構えてろって。高度が下がってます。ぐんぐん下がってるよ。だからドーンと。おい、よし、ドーンと着水だ。おい、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 見ろこの見事な不時着だ。見事じゃない。あれ？た、え？いや、あのね、タイニーが不時着っていうか着水するのは原作にもあったんだけど、こんな感じじゃないんだよ。チャプター12、キーストーンを探して。端っこ乗りたがるね、クラウド。いや、おもろ。ああ、整備してんだ。よっしゃ、これでいけんだろう。旦那前や。でも翼が折れてる。お、言ってなかったか。俺は陸海空の三階すべてを制した男、シド・ハイウィンド様だ。覚えとけ。どうする気だ。今から俺様のことは船長と呼んでくれ。大船に乗った気でドーンと構えたろ。ドーン。じゃあ行くか。ホレルの山を抜けてコスタデルソルの海、そっから先は陸路ですな。おっし、決まり。さっさと海まで行こうぜ。船長、コスタデルソルお願いします。アイサー、全速前進。うわー、原作、わしこれ、あ、わしやこれ。これやるの。今のうちにキーストーンの話を。はいな。20年ほど前の話なんですが、はやはやはや、月社員が会社を切腹して、うーばーという博物館を建てたんです。記録によるとそこにキーストーンが保管されとったみたいですね。ゴールドソーサーにあるんじゃないの。まあまあ、最後まで聞いてください。その高校の館が、そりゃもうとんでもなく不人気で、すぐに閉館になってしまって、で、その閉館のどさくさに紛れてキーストーンが消えたっちゅうわけです。やっぱりないんじゃん。手がかりはないのか。元館長に聞けば何か知ってるかもしれません。ディオ、お、やけに詳しいな、兄ちゃん。シャレキュー、
そこそこまで。隊長からの降格でどん底やったディオハンがゴールドソーサーを企画して園長にまで上り詰める復活劇。これは死んだドリームの一つですわ。おいシド、あんたも神羅の関係者だったんだ。今でもそうだぜ。うまく使えば便利な会社だ。気に入らねえな。俺たちは反神羅の旗を掲げてるんだ。それを言うなら俺は反権力よ。誰だろうと上から何か言ってくるやつが出っ嫌いよ。だから俺は空の上が好きなんだ。上には誰もいねえからな。せいぜい下から叫んでろって聞こえねえぞ。ってな。飛びてえな。いやー、このなんだろう、タイニーブロンコが海を泳ぐパートはね、原作にもあるんだけど、それはシドの過去が知れる町に行ってシドが仲間になった後にこうなるはずだから、これどういう感じなんだろうな。原作とは違うんだけど、シーサイドジョニー繁盛してるといいね。どうだか、うさんくさい儲け話にむしり取られてヒーヒー泣いてんじゃねえか。よし、じゃあ着くよ。到着。はい、違法船ですけどね。コスタデルソル、この度はブロンコ海運をご利用いただき誠にありがとうございました。となんかヤバそうな宝箱あんだけど。会社の名前変わったね。もう飛べないからね。だシド、こんなに付き合ってくれてありがとう。なんだなんだ。で、ゴールドソーサーに行くんだろ。俺もチクッと見学してくっかな。ついてっていいか。もちろん。エアリス、あいつも返事がいいな。おい、よろしくな。あれ、ヴィンセントは？あっち。気難しそうこいつ。かわいいな。めんどくせえやつだ。いつぞやの誰かさんを思い出すぜ。マジでそれ。放っておこう。放っておこう。あ、俺のことか。いやなんかいいね、賑やかになって。進化したファストトラベル、タイニーブロンコでミドルオーシャン海域を航海できるようになったことで、マップから世界各地のエリアにファストトラベルできるようになりました。タイニーブロンコに乗船して航海したいときは、各地の港で待つシドに話しかけるか、ファストトラベル、タイニーブロンコ選択の2つがあると。世界各地に新たなクエストが追加されました。反神羅連絡会の神羅カンパニーへの宣戦布告放送が住民に動揺を与え、世界情勢に変化が起きています。何でもとしては活躍のチャンスです。街を訪れた時はクエスト掲示板を確認してみましょう。あー、そうね、ゴールドソーサーのアトラクションにあだこだあだこだあだこだ、まあこれはあると思ったわ。なんかね、中級とか初級までしかないのよ、大体前やった時、まあ、だからだろうな。もしかしてそれって、ねえクラウド、ちょっと見せて。潮の香り、それもずっとずっと古い海の香り。わかるか。うん、じっちゃんに聞いたことがある。大昔、世界の中心が海だった時代に海賊たちの戦争があったんだ。あ、ほら、射的ゲームのパイレーツランページ、あれの元になった物語だよ。クラウド、聞きたい？ああ、そうだな。昔話なら任せてもらおうか。まだ飛行機は何何何影も形もなく、船が世界の主役だった時代の話。とある海、うお、すげえ、魔物を船員として従える異色の海賊がいた。その海賊は
壮絶な海賊戦争を勝ち抜き、海原を血で赤く染めたという、全ての海域を手中に収めた海賊はいつしか海賊王と呼ばれるようになっていた。海賊王は死の間際、自分が所有する宝の中で最も大切なものを4つに分けて封印したと言われている。秘宝の守護者である魔物と共にな。この地図には海賊王が隠した秘宝の在りかが記されているようだ。そして今、秘宝の封印は解かれた。眠りから覚めた海賊王の軍勢が相手だ。秘宝を手に入れるのは容易ではないだろう。しかし、だからこそ、すっごくワクワクするよね。かわいい、こいつ。なんだこの地図なんだ。海賊王のフル地図。古の海賊王が残した、遺品の場所が記された地図を入手しました。ミドルオーシャン眠る4つのパイレーツレリックを集めると海賊王が身につけて戦に挑んだという伝説のアクセサリーがクラフトできるようになります。海賊王の羅針盤ってやつかな。なるほど、まあエクストラクエが何個か増えてるわけね、これ。お、カードパウダーもいる。これマジ、これこの量のクエスト出てんの、カードバウト。これは、これは骨が折れますね。裏作業というか、裏で遊ぶときに使うかな。使う？やっとくかな。さあ、サブクエ。あ、増えてるね。あ、グリングリン。夢のゴールドカップ。クラウドやったよ。ついに念願のゴールドカップに出場できるようになったんだ。コロネゴンを見たらすぐにチョコボスクエアまで来てよ。海より来たる悪魔、カポノ。カポノ？誰だっけな？村長か町長だよな。この町の平和と観光客の皆様の安全を守るために厄介者の退場をお願いしたい。詳しい話は直接。もちろん報酬は弾みますよと。いやー、サブク、これマジ、とんでもないボリュームじゃん。やばいって。おい。預かったコレクションは大切に保管させていただきます。久しいね。あら、まだ全然埋まってない感じかな。88分の40か。結構頑張ったと思うんだけどな。ああ、フープでチョコボ。ジュノンエリアのアンダージュノンでフロッグフラッポッピングコンパスを制覇すると。これなー。ああ、これあったな。アンダージュノンのドルフィン。これやばいわ。コスタデルソルの、遊覧船ステージをクリア制覇か。これ埋める？これぶっちゃけやり込みだよなこれ。いやまあなんだろう、まあここまで楽しませてもらったから全部埋めたいって気持ちはあるんだけど、どれぐらいのあれになるかだよな、労力。いやまあ実際あのまあこっちの話になるけど、ゲームのストックは十分あるんで、その何作品かは動画撮って編集したけど投稿してないやつとかあるんすよ。だからまあ毎日投稿のペースより早く俺が動画作って投稿してるから、ギリギリストックはあるから、それ消費しながらクエスト埋めてったらなんとか制覇はできそうな気がするんだけど、まあ別にゲーム実況に期限があるわけじゃないしな。ゆっくりやって結構時間経った時に全クリしましたって動画撮ればいいかなって思うんですけど。さあ、じゃあたまにはちょっと一味変えて別の場所行ってみますか。こっからもう直で行けるってことよね。おい、お、すげえ便利。懐かしいな、カームとか。いや、ロード早え。せっかく着替えてたのに。地下防空壕、懐かしいね。この頃はまだ仲間も5人だったからな。クラウド、エアリス、ティファー、バレット、レッド、サーティーンだったから。いや、そう考えたら賑やかになったもんだな、うちのパーティーも。いやー、でもあれか、その黒マントになっちゃったじゃん、カームの主人が。だからまあここ戻ってもいないのかなとか思ったりはしますけど。
どうなんでしょう。よいしょ。先日発生した阪神ら連絡会及び暫定政府による、やっぱいないな。オーナーもミルドさんの風車見たかったでしょうね。ルーファース新社長による、いや、てかすげえなこのゲーム、広すぎるだろ、広すぎんだろ。さあサブクエ、 You are my 社員、ベグカンパニー、あ、ベグカンパニーじゃん。ベグカンパニーではただいま社員募集中、安心安全の優良企業、給料もたんまり、どうぞお気軽に面接会場までお越しください。そうだな、あ、チャドリーやろうか。ウータイの放送は目にされましたか。シンラとウータイの間で緊張が高まっています。クラウド浮いてる。僕の方でもシンラの動向を確認していますが、どうなるか分かりません。クラウド浮いてる。よっしゃ、でバトルシミュレーターやっちゃいましょう。あの召喚獣ね、ニブルエリアの召喚獣まだやってないんで、オーディンやっちゃいましょう。まあ、弱体化してはい、いきます。ちょ、パパッと終わらせたいんだよね。てか弱体化しても強えんだよ普通に。だから弱体化とかもうそういう話じゃないのかもしれないぜ今世の中は。見破る、オーディン、仮想空間上再現された高潔な召喚獣、戦争と死を司る騎士を具現化した、アイシャ・スレイプ、アイバースレイプニルにまくったがり、あらゆるものを断ち切ると。弱点なしか、困ったもんですね。ヘイスト、ブレイブ、スピアスロー、いった。まあ、属性変化しても仕方ないんで分身しちゃおう。終焉の継承、暗黒して、よいしょ。でエアリスがちょっと溜まってるんで魔法陣にしとこうか。なんかしてないやつがある。なんだっけ。あ、イダテンしてねえんだ。で、てか普通に今エアリスの攻撃がキャンセルされたんで攻撃しといてもらおう。斬鉄剣、は？持って帰んなきゃ。バカじゃねえのこいつ。は？は？What the fuck? おい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 。母国語が出ちゃったじゃない。嘘ですけど。ちょっと待てよ。ATB コマンド当てる、回避する、状態異常を陥らせるなど、追い込んでいくと自らヒートとなる、攻撃を食らうなど強ざめしていき、終焉の継承のに斬鉄剣を放つ。なんだこれ、時間制限があるってこと。てか馬も足8本やし、やば、激ヤバじゃねえかよ。どうなってんだよこいつ。いや、てかあれだな、攻撃が早えな、見切れねえよ。ついてこれたら、ビシッとね。ちょ、なんか状態異常みたいになってない、手少女増強中、避けて、これまずいんな、まずいんな見てろ、よし、こっからよ。まずいっす。ケアルガをユフィちゃんに打って、エアリスに変えて、魔法陣敷いて、ファイラ打って、あ、これか、千羽の稲鳴き、自分でヒートになるって捨てたやつね。この間にもうバーストまで持ってって、そっからじゃない、変身モード。いや、バーストいける、バーストいける、オッケーオッケーオッケー、最高。
でクラウドに変えて、クラウドも ATB 貯めて、インフィニットエンドして OK。 チェーンいけるよな、これで。あー間に合ってねえや。でエアリスも ATB 貯めて、ファイが打って、よいしょ、近寄って攻撃しよう。ディメンションスレイヤー、痛い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 、血祭り打っといて OK。 で無敵の間に、何これ、あ、なるほど、分断されてんだこれ。あ、死んだ。ちょっとそれないわ。石化し、これ勝てんくね。ちょバカじゃね、バカじゃん、バカ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 じゃんこいつ、バカ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 、頭おかしい、あたおかつる太郎じゃんこいつ。まず一旦回復しよう、戦況を整えてカウンターして、いやもうこれで攻めるしかないよな。煉獄の陣、なんやそれ、全然わからん、もっとわかりやすいことしろお前は。うらこれ、クソ外した。マロウ狩り、あっぶれ、あやばい、終焉の継承、いけ、ガード不能なんかい、それ